ボブ・オヘイダは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。セコイア大学を卒業したが、ドラフトで指名されず、アマチュアフリーエージェントで1978年に、ボストン・レッドソックスに入団。マイナーで活躍し、1980年7月17日に、メジャーデビューを果たす。再度マイナーに降格。 1981年6月23日には、アメリカのプロ野球史上最長の延長34回のロングゲームの勝利投手となった。この年後半にメジャーに最昇格し、6勝を挙げる。翌1982年は4勝に終わったが、1983年、1984年と2年連続で12勝を挙げる。レッドソックスの本拠地フェンウェイパークは、 グリーンモンスターがあるとはいえ、左翼が狭く右打者に有利で、そのため左投手には不利な球場で、歴史的に左腕の名投手がなかなか育たないチームであるが、この本拠地でも通算20勝17敗の好成績を収めた。これは、球団の左腕投手で歴代のベスト10に入る優秀な成績である。1985年は途中リリーフに転向して9勝に終わり、 この年限りで、カルビン・シラルディとの交換で、ニューヨーク・メッツに移籍する。メッツ移籍初年度となった1986年には、広いシェイスタジアムをも味方につけ18勝5敗、防御率2.57の高成績を収め、チームのワールドシリーズ出場に貢献。ドワイト・グッデン、ロンダーリング、シド・フェルナンデスと4本柱を形成したが、チームの勝ち頭であった。 フルスレッドソックスとのシリーズでは、第3戦と第6戦に先発し、2連敗の後先発した第3戦では、勝利投手となっている。そしてシリーズは、劣勢を跳ね返したメッツが逆転し、ワールドチャンピオンとなった。1987年は故障のため3勝に終わるが、1988年には10勝を上げ復活。しかし、9月中旬に自宅で、 芝刈り機を操作中に誤って、左手の指先を切断する怪我を負い、ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズには出場できず、チームは大方の予想に反して、ドジャースに敗れた。それでも再び立ち直り、1989年には13勝を挙げた。7勝に終わった1990年限りで、ヒュービー・ブルックスとの交換で故郷のロサンゼルス・ドジャースに移籍。 同年オフにフリーエージェントで、やはり故郷のドジャースに移籍したダリル・ストロベリーとはここでもチームメイトとなった。1991年はドジャース唯一の先発サワン投手として12勝の活躍を挙げたが、チームは最後4試合で参拝して地区優勝を逃す。1992年限りでフリーエージェントでクリーブランド・インディアンスに移籍。 1993年3月22日、スプリングトレーニング地のウィンターヘブンで、チームメイトのスティーブ・オリン、ティム・クルーズとボートで遊んでいたところ、事故にあって、オリンとクルーズは死亡。オヘイダは一命を取り留めたものの負傷し、このシーズン終盤に復帰し2勝を挙げたのみであった。なお、3人の投手を失ったインディアンスは同年、シーズンでは両リーグ通じて、 最多となる26人もの投手を起用したが、チーム防御率はリーグワースト3位、被安打数最多タイなど、投手の人材不足に苦しんだ。この年限りで、インディアンスから自由契約となり、翌年ニューヨークヤンキースに移籍するも、わずか2試合の先発で解雇。36歳の年齢もあり、そのまま現役を引退した。引退後はしばらく球界から離れていたが、二千一年に、 メッツの一 a ブルックリンサイクロンズの投手コーチに就任。2003年には 2A に昇格したが、シーズン途中に辞任。2005年に発足した独立リーグ、カナディアン・アメリカンリーグのトルネーズで、レッドソックス時代にバッテリーを組んだ、リッチ・ゲドマン監督のもと、コーチを務める。ありがとうございます。